クリス・ドールマンは、インディアナ州インディアナポリス出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のミネソタ・バイキングス、アトランタ・ファルコンズ、サンフランシスコ・フォーティナイナーズで、ディフェンスエンドとして1985年から1999年までの15年間232試合で、プレーした。NFL 時代の背番号は56。ハイスクール時代、彼は、オールペンシルベニア州に、 フットボールのラインバッカー、バスケットボールのフォワードとして選出された。ピッツバーグ大学では1年次から12サックをマーク、4年次には3試合に欠場しながらも6サック、100タックルなどを達成した。大学卒業後、1985年の NFL ドラフトで一巡目全体を位で、ミネソタバイキングスに指名され入団した。彼はプロボールに8回選出され、 6回オールプロに選ばれている。キャリア150.5サックを記録している。彼にとってのベストシーズンは1989年で、この年、NFL サイトの21サックを相手クォーターバックに浴びせた。この年の最終週のシンシナティ・ベンガルズ戦では4サックを記録している。1991年に彼はフリーエージェントとなったがバイキングスと再契約した。 1994年に、バイキングスの1994年ドラフト2巡目、指名権と共に、ファルコンズの1994年ドラフト2位指名権、1995年ドラフト1位指名権と引き換えにトレードされた。同年4月下旬、ファルコンズと2年契約を結んだ。1996年からサンフランシスコフォーナイナーズでプレーし、 1998年には15、サックを挙げた。1999年にフルスのバイキングスに復帰した。2005年にはプロフットボール殿堂入り候補者として初めてノミネートされ、2012年に殿堂入りを果たした。2018年1月25日にニカワガシュにかかり脳手術を受けていたが、 解放することなく2020年1月28日に死去した。58歳没。同じ1985年ドラフト組には、1巡目に、全体1位で指名されたブルース・スミス、ジムラ・シェイ、ジェリー・ライス、ウィリアム・ペリー、2巡目に、ランドール・カニンガム、3巡目に、フランク・ライク、4巡目に、アンドレ・リード、5巡目に、ハーシェル・ウォーカー、ケビング・リーン、6巡目に、 スティーブ・ボの11巡目にダグ・フルーティなどがいる。彼はユスフルのボルチモア・サンズにも指名されていた。ありがとうございます。